はい、皆さんこんにちは、三浦です。クレヨンしんちゃんのね、ゲーム実況をやっていきたいなと思います。前回の続きからなんですけど、新しいスキルを覚えたんで、ここですね、いけるようになりました。じゃあちょっとね、早速そのスキル使ってみましょうか。 Y ボタン、この親父誰だまた知らないキャラクター出てきた。さらばだ。僕さっきのおじさん知らないんですけど、もしな、知っている方いたらちょっとコメント欄に教えてください。さて、お、アフロの兄ちゃん、おい、お前なんか用？爆発頭のおじさん。あ、フロだっつってんだろ。まあいいや、お前にちょっと頼みがあるんだ。ほら、爆発頭にはしないぞ。そんな頼みじゃねえよ。実はな、ちょいと気になってる髪型のやつがいるんだ。誰？名前は知らねえが、時代劇スタジオにちょんまげ野郎がいるって話だ。ちょんまげってやつはアフロほどじゃねえが、なかなかクールじゃねえか。マタベのことか。マタベだね。裏にはよくわからないぞ。でな、そいつになんでちょんまげにしてんのか、その理由ってのを聞いてきてほしいんだ。きっと俺みたいにファンキーで生かす理由ってのがあると思うぜ。自分で聞きに行けよ撮影映画のついでに聞ければ聞いてきてあげる。おう、それでいい、頼んだぜ。おーい、俺にお任せ。オッケー新しいお悩みね、ちょんまげの理由を聞く。あ、やっぱマタベか。オッケー、じゃあちょっとここで撮影ができるんでやっていきたいなと思います。見せろ、マサオのワニジャンプ。よっと、よし、じゃあやっていこう。うん、またタイミングよくジャンプしていくっていうやつか。ワニの上を渡ってゴールまで駆け抜けよう。よし、やっていこうじゃあ、真ん中の難しさのやつやっていきます。撮影画のクリア条件はこれなのです。今回の撮影画にはベストカットはないのです。ぶっつけ本番、よーい、アクション。待ってろよ、はい。あ、どうすればいいんだこれ。あ、そういうことか。A ボタン、あ、 B、 B ボタン、 B。 なんだこのゲーム。やばい、ちょっとめっちゃ簡単なんだけど頑張れマサオ。 A ボタン、おい、カット、オッケー、いいシーンが撮れたぞ。いいね、クレヨンしんちゃんのゲームまったりできるからいいわオッケー、終わり。うん、ちょっとね、最近バイオハザードのゲーム実況を始めたんですけど、そのバイオハザードはね、めっちゃ難しいんでね、ちょっとこのクレヨンしんちゃんのゲームをやるとね、ちょっと拍子抜けというかちょっとこっちの方行ってみようか。こっちくんの初めて、ブリブリ、あ、何にもないな、何にもないね。ちょっと多分ここでなんかできるんだけど、まだカード持ってないんですよね。じゃあ帰ろう、戻ろう。あのゲーム実況者にさ、 YouTube のゲーム実況者にオトジャーさんっていう結構有名なね方いらっしゃいますよね。その人とね、この声優さんが全く声がね超似てるんだよね。ね、
行きましょうただそれだけです。さあ、じゃあどうすんだっけ。あ、お悩みだ。お悩み解決しなきゃいけないんでね、まずは時間を夜にして。時間を進めちゃってもいいのです。大物 YouTuber のね、ゲーム実況者のオトジャーさんは確かね、登録者数が50万人ぐらいいるのかな今は。羨ましいなね。僕もね、いつかそうですね、登録者10万人20万人とね増やしていきたいなと思います。さあ、じゃあ頑張っていきますね。 OK。 どうしようかな。マタベ行くか。さっきのアフロの兄ちゃんの頼み事。 OK。 くるくる、あいた、マタベ。なんでちょんまげにしてるの。ちょんまげなの。またいきなりだな。これか。特に深い理由はないんだが、強いて言えば兜をかぶるとき頭が蒸れるからだな。あ、そういう理由があったんだ。おお、実用的。それじゃあ今のお話を爆発頭のおじさんに伝えてくるぞ。爆発頭のおじさんは兜かぶれないなあれじゃ。であることの証明でもあるんだが、もう聞いておらんようだな。うん、ちょんまげの理由を聞くぞ。もっとね、なんか深い理由があるのかなと思ったんだけど、結構あっさりだなじゃあ行こう。あー、ちょっと話しかけちゃった。ここは青空が見えんな。おまたのおじさんって青空が好きなの。ああ、なぜだかわからぬが、ついぼーっと青空を眺めてしまう。遠く離れた人とも広い空の下であればつながっておれるからかもしれんな。おじさん、顔に似合わずマロンチクチク。よくわからんが、お前俺をけなしておらんか。うん、じゃあ行きますかね。僕はね、夜空の方が好きなんですけど。さあ、どこに行けばいいんだ。ちょっと待って、地図。宇宙スタジオだな。ほい、よーん、くるくる。ん、そうそう、このね、アクション仮面のお悩みも解決できてないんですけど、まだちょっとできないな。あ、ミサイ。このおじさんのお悩みはちょっと解決できる。名付け親殿、してどうであった。はい、これでしょ。爆発頭のおじさんから無理って借りてきたんだから。大変だったんだよ。おお、これはいい櫛だ。これで思う存分ひげをカールできる。ゴルちゃん、笑い方が怖いぞ。これは失礼した。しかし、これで撮影がも行える。名付け親殿、早速取り掛かりましょう。はい。じゃあ。はい、じゃあお悩み解決できたんで、今撮影ができるようになったんですよね。やっていきます。まあ、このゲームはね、撮影画をしていくっていうのが目的なんだけど、現時点で 18% らしい、あの撮影画だから、まだ5分の1もやってないっていうことが。このゲームは結構ね、あの続くな。よし、嵐を呼ぶオラと宇宙のプリンセス、いけ。マイク使うのかこれ初めてのパターンだな。
この撮影画では 3DS 本体のマイクに向かって声を出して遊ぶよ。うん、叫べと表示されたら下画面のガイドに合わせてマイクに向かって元気よくお答えしよう。ちょっとこれ恥ずかしいな恥ずかしいよこれ。なんか撮影画のクリア条件はこれなのです。今回の撮影画にはベストカットはないのです。なんて叫べばいいんだろう困るな。うん、 3DS 本体のマイクを使用して遊びます。恥ずかしいなこれ。よーい、どうすんのどうすんの。三浦、三浦、恥ずかしいあ、なるほど、そういうことね。あ、ちょっ、え、結構大きな声出したと思うよ俺。え、マイクってどこにあんだ、ついて。俺結構大きな声出したぜ今。もう一度。なんだよこの恥ずかしいゲームちょっとマイクどこにあんのかなマジで。もういいや、やるか。これ声出しすぎてもダメなんだね。三浦、三浦ちょっと認識してる、これ認識してんのかよこれ。ちょっとなんでよ。もう一回やるか。ちょっと意味が分かんない。一番簡単なやつでやるか。ちょっと意味が分かんないよこれ。三浦って言ってんだけどな恥ずかしいな。三浦そういうことか。さあ初めて分かったこれキープしなきゃダメなんだ。恥ずかしい。いやーそれほどでも。これね多分ね僕の予想なんだけど今回の動画低評価いっぱいつくと思うなよし OK。 おやる気プラス、あ、なんか新しいカード手に入ったね。あ、ミサエがなんか困ってるんで、ミサエフラフラしてて困ったお子様なんだから。これで3度目かなあんたもそうでしょ。お、とにかくまたひまわりをよろしくね。めんどくさいぞ。うん、めんどくさいな。もうあんた監督でしょ。サイレンさんとトーキーさんに言いつけるわよ。おい、行ってきます。本当に現金なんだから。そうそう、今回も夜のうちにひまわりを見つけてきてね。俺におまかせ。おまかせ。うん、ひまわりを連れてくるぞ3。よし、じゃあちょっとね探していきますね。さすがにちょっとここら辺にはいないだろうね、さすがに。アイちゃん、多分この愛ちゃんはねめちゃくちゃ金持ちなんだろうね。新様、撮影になったら来てくださいね。ちびまる子ちゃんの花輪くんとどっちが金持ちなんだろうな。花輪くんも結構金持ちだけど、あとドラえもんだったら骨川スネ夫骨川スネ夫には完全に勝ってるんだろうなこの愛ちゃんは考えとくぞ。いや、そうだよな。だって骨川スネ夫ってね、こういうお付きの人とかいないもんね。
さあこっちはいけないんで、ちょっと反対側ね行こうかな。うん、さてと、あ、これあれだね、ちょっとキャラクターとか話しかけていくのも楽しいかもしれないこのゲーム。トキちゃん、トキちゃん、どうしたのです？しんちゃん監督、このスタジオすっごい天井が高いぞ。なんてところだっけ？ここは宇宙スタジオというところなのです。ほら、何回ジャンプすれば上の方まで行けるんだろう。ぴょんぴょん、トーキーでも絶対届かないのです。トーキーちゃんがオラのおならターボを使えば行けそうだぞ。それはしんちゃん監督にしか無理なのです。うん、おならターボ2段階までは飛べるんですけどね、これ。さて、しんこちゃんはいるんだけど、ひまわりがいないな。テーマパーク、こっちは違うか。しんちゃん、私の撮影が可愛く撮ってね。金有タミコ監督のオラにお任せあれ。さすがしんちゃん、頼りになる。タミコ、なんかおばあちゃんみたいな名前未来のしんのすけさんよりもかっこよくなるかもね。え、未来のしんのすけ、こいつ未来から来たのか。もう最近のクレヨンしんちゃん全くわかんないな。おじさんたち変な格好だね。もうおじさんだなんて嫌だわ。嫌だわ。心は乙女なのよ、気をつけてちょうだい。やっぱおじさんじゃん。いい坊や、私たちが着ているのはバレエの衣装なのよ。バレエほど美しいダンスはないんだから。私たちのパドゥドゥ見てみる。アラベスクなんて天下一品よ。おお、あら、興味津々じゃない。いいわ、手取り足取り教えてあげるわよ。ほら、阿波踊りの方が好きだから遠慮しとくぞ。うん、オカマのお兄さんクレヨンしんちゃんはね、ちょっとオカマのお兄さんたちがいっぱい出てくるから。まったく、松坂先生は。吉永先生どうしたの？松坂先生ったらいい男をゲットしたいって撮影画に気合を入れちゃってるのよね。うんうん。でもあれで仕事はきちんと終わらせてるのよね。はあ、私も見習わなくっちゃ。うん、松坂先生はね、クレヨンしんちゃんの中ではおばさんキャラ扱いなんだけど、僕は結構好きなんだよね。マサオのお母さんだよね。マサオくんちのパパは来てないの？いると思うんだけど存在感がないのよね。あ、そういえばマサオくんのパパって見たことないな。ねえしんちゃん、今やってる撮影でバンド演奏なんていらないかしら。いらない、いらない。うちの主人ね、昔バンドやってたのよ。使っていたギターも大事に取ってあるし。あのマサオくんのパパなのに？そうなのよ。私も見たことはないんだけど、かっこよかったらしいわ。それでマサオにもその才能があると思うの。マサオの映画音楽なんかどうかしら。マサオくんに才能は多分ないと思うけど、考えとくぞ。そう、それじゃあよろしくねマサオくんはダメキャラなんだね。うん、カリピーいるけどカリピーは無視。すげーな、すごいです。ほう、行くぞ。ブリブリザエモン参上。うん、このブリブリザエモンの声優さんって確か死んじゃったんじゃなかったっけ。そうだよね、ブリブリザイモンね、結構好きだったんだけど。お、
大人のひまわりはいるんだけど違うんだな。あ、じゃあまあ戻っちゃった戻っちゃった、手が滑った、戻るか。うん、ブリブリザイモンの声優さんって聞いて思い出すのは、あの僕ガンダムだね。ガンダムでマクベっていうのがキャラクターいるんだけど、そのマクベっていう人もさっきの声優さんがやってて、マスターなんでここにいるの？焼き鳥屋のマスター。客が来ないんで客引きに来たんだ。映画祭でうちの店ももっと盛り上がってくれるといいんだがな。商売上手ですな。お、そうだ、撮影映画をとっとと終わらせてスタッフ呼んでくれたら焼き鳥ごちそうしてやるよ。このおじさん何気にあれだな、波平だな。波平の声だよねこれ。おい、ほら頑張るぞ。よし、さあひまわりを探してるんだけどいないかな。もうこれがね、大人のひまわりだとはちょっと知らなかった。めっちゃ美人。いい？妹のひまちゃんを大事にしなきゃダメよ。ほら、ひまのこととっても大事にしてるぞ。本当に？オラのお茶を分けてあげたりしてるし、きっとひまもオラ以上に優しいお兄ちゃんなんていないって言ってるぞ。だといいけど。うん、ひまわりがこういう発動心みたいになるんだったら、クレヨンしんちゃんも大人になったらこういう感じになるのかな。ちょっと想像がつかないけど。お、これは深爪涼子。いいか、あたいらベニサソリ隊は恋愛禁止だぞ。でもリーダー、相手に告られたらどうします？なもん断るに決まってるだろう。あたいも前に告られたとき断ってやったよ。もったいないよな。ねえねえ師匠。なんだじゃがいも小僧、今忙しいんだ。うら、前に師匠が気になるって言ってた人知ってるぞ。なに、本当か？リーダー、やっぱり恋愛禁止なのに気になるんだね。だ、これは違うんだ。さあ行きましょう。吹き出物マリーと、深爪涼子、魚の目銀、名前覚えた。っていうか僕は小さい時からこのキャラクターはいるんで知ってるんだけど。でもなんで僕じゃなくてしんのすけが監督なんだろう。いいでしょ。別に羨ましくない。ウラがガッチンコに選ばれたんだぞ。でもしんのすけがこの一大事を何とかする監督に選ばれたってことは、カリピーもそうだし、適当な人がリーダーに適役ってことなのかな。カッチンカッチンカッチンカ。ああ、そんなわけない。僕は僕のやり方で頑張ろう。うん、オッケー行こう。なかなかひまわりいないな。ひまわりひまわりいないっすね。ねねちゃんいるけど。ダークさんがあんなことになっちゃうなんて。カキピーのおじさんも珍しく真剣だったかも。いつもあのくらいならちょうどいいのにね。ともかく悪役の人がダークさんみたいにならないように急いで撮影がしましょう。うん、ひまわりこっちの方いるかな。ブリブリスタジオ。あ、これダークさん。おじさん、もう大丈夫？もう大丈夫だ。先ほどは世話になったようだな。どんくらい世界の王として礼を言おう。
治ったんならいいのいいの。これからも撮影が精一杯協力させてもらおう。怖い怖い怖い。おじさん元に戻ってもお顔は怖いままだぞ。はい、ですね、ミサエの依頼でひまわりを探してるんですけど、ちょっとなかなか見つかんないんで、今日はここで終わりたいなと思います。で、次回の動画はひまわりを見つけていくところからやっていこうかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。